はい、今日も先生がいません。先生バラシいつ終わるんだろう。こう1週間2週間でね、会話分かれてるけど、実際には4本のいたからいないもんはいない。はい、はい、じゃあ今日もね、今日りゅうちゃんと、うん、あとさっくんとで僕とりきやさんで、りきやくんで、さんが出ちゃった。まだね、まだちょっとね2回目だからもう慣れてないです。そうですね。はい、じゃあ、学級委員の私が今日進行させていただきます。はい、お願いします。はい、やった。はい、というわけで、今日も先生からことづけといいますか、はい、転校生が来てくれているということで、てか前回どうだった、大丈夫だった、今回なんか抱負みたいなのある？いや、もう前回ね、できた反省をちょっと今回に生かしていこうかなって思います。だってさっき、待ち時間めっちゃ復習してたもんね。いや、もうね、もう勉強しました。女心というものを。それがこちら。どこの時代がいいの？ちょっと見ないでください。さっくんはなんか、あるんですか？さっき、隣に座っていただけたんで、今日の仕事は終わりだ。いや、でもまだ隣に座ってもらいたいという気持ちは忘れずに。じゃあ今日もね、ちょっと転校生を紹介していきたいなと思っております。もう来てくれてるのかな。お、じゃあお願いします。どうぞ。はい、よろしくお願いします。じゃあ自己紹介を。はい、水城慶と申します。普段はですね、舞台を中心に、役者活動をしたり、ちょっと名前は違うんですけど、アイドル活動をしたりとか、ポートレートの被写体なんかやったりもしています。映像作品とかにも興味があるので、どんどんこれから出ていきたいなと思っております。僕ね、こう見えたのショートフィルムとかも撮るんですよ。今気になってたんですけど、アイドル、はい、アイドルやってます。名前変えて。もともと役者やる前にアイドルやっていて、役者をやり始めて、アイドルの名前で浸透してるというか、ついてくれたファンの方にはその名前で呼んでいただいてるので。じゃあちなみにお名前、あ、お名前、アイドルの名前は雪月スイっていう名前でやっております。テロップ、テロップ、テロップ。なるほどなるほど。じゃあ結構マルチに活動されてるということで。そうですね、はい。で、席に、ついていただきたいんですけど、じゃあ、はい、誰の隣にするかってなってきたら、誰の隣にしようか。はい、僕も。はい、じゃあここは公平にですね、水城慶さんが、はい、持ってきた、考えてくれたお題に対して、まあ、男気のあるですね、あ、いいなと胸キュンするなっていう粋な回答をした人の隣に座ってもらうこととします。一番得意です。はい、本当かなと思った人は過去の動画見てください。というわけで、じゃあお題を、はい、発表していただきましょうか。はい、はい、お題はこの学校には購買があって、その購買に毎日限定50個のメロンパンが売っております。私はそのメロンパンを毎日狙ってお昼のチャイムが鳴ると同時に教室を飛び出し買いに行くんですけども、毎回買えません。その姿をいつも見てくれています。そしてある日、お昼のチャイムが鳴る1分前ですね、その私が、あ、今日わかるかな、そわそわしている姿を見て一言を入れていただきたいなと思います。練習する人皆さん、テロップ細かいかもしれないけど、ちゃんと見てね。今日は限定のメロンパンをいつも買えないけど、はい、今日は買いに行こうかなと思って1分前に操作をしている女子に対して一言って言って。そうです、はい、特殊なんですけど。すごい特殊です。やりがいはあるから。確かに面白そう。はい、じゃあそういう特殊なね、お題に対して我こそはと思う人手を挙げて。はい、はい、おー、じゃあいいですね、順番が綺麗だったんで、まずリキや、リュウ、サクちゃんで、最後僕です。はい、やっていきましょう。それじゃあ胸キュンチャレンジスタート。おー、リキやが胸キュンでただ一つ狙っているんだよ、このクラスで一番の美人の隣を。ケイン、今日も購買部の50個限定のメロンパン買おうとしてるんでしょ。うん、そう、天気前だからちょっと足準備してる。まあそんなこともあろうと思って僕が買っておきました。え、オーガニックの酵母。いやね、
そのやっぱこの購買部にあるのは限定50個でしょ。でも俺がこの工場から作り出すパンは世界に1個だけだから。オーガニックで天然酵母ってことは動物が食べても安全ってことだよね。そう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 。じゃあウサギにでもあげてよ。ドラゴンおじさん。ウサギにあげる前にまずチーズにあげようかな。リュウ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 胸キュンでさ、一つ狙っているんだよ。このクラスで一番の美人の隣を。ケンちゃん、何狙ってんの？狙ってるよ、お腹空いてるね。メロンパン買いたい。買いたい。メロンパンより飛べるものあんだけど。やばいやつ。裏ルートで手に入れた。これね、結構飛べるな。メロンパンなんか買わなくても飛べちゃう物があんね。昨日ファミリーマートで手に入れた。ねるねるねるねの2番のメロンが違った。そっちの方が飛べるよ。どう？2番の粉持ってるって言ったよね。ちょうど私ね、一番の粉持ってるの。ねるねる作れるね。そうだね。二番粉出して。うん、分かった。よかった。ちょうど君というトッピングが欲しかったとこだよ。メロンパンいいんだよ。混ぜる方で殴って。さあさあサクサク胸キュンでさ、一つ狙っているんだよ。このクラスで一番の美人の隣を。研究したんだけど、うんうん、近道見つけたんだよね。教えて。後でさ、授業終わったらさ、近道一緒に行かない？導いてあげるから、一緒に行こう。大丈夫、私、もっといい近道知ってるから。え？だ、大丈夫かな？一回であることを祈るけど。カズマが胸キュンで、ただ一つ狙っているんだよ。このクラスで一番の美人の隣を。どうしたの？限定50個のメロンパンね。ちゃんと1分前だからすぐ出られるようにしとかないと。あ、いて先生、すいません。お腹壊しました。すいません、取りに行きます。ごめん、メロンパン漏らしちゃった。意味が分かんない。わあ、すごい妖精さんだったんだね。いただきます。あー、おいしい。限定メロンパンよりおいしい。すごいよ。ファンタジーすぎる。困ってる。本人も意図してなかった結果になってる。物ですね。やっべえ、遅刻したけど。ヒーローは送り来るもの。両手で胸キュンでただ一つ狙っているんだよ。このクラスで一番の美人の隣を。ん？ケイちゃん、どうしたの？そんなにそわそわして。ダメなやつじゃない？ごめんね、大きい声出しちゃってね。どうしたの？何かいいものだったかな？帰るか。おい、何そうそうしてるんだ。限定メロンパン買いに行かなきゃいけないんだ。は？限定メロンパン？お前走るのこれから。走る。やめろよ。パン？てめえそれでパンツ見えたらどうすんだよ。パンツ見えてもメロンパンが欲しい。ふざけんなよ。おめえのパンツ見ていいのはな、俺だけなんだよ。そろそろ言ったんだ。だからよ、朝おばちゃん買収してよ。メロンパンかっさらってきたわ。お前だから声かい。正々堂々とやらないなんて誇らしくないね。やっぱり俺が認めた女はすげえな。はい、というわけで全員終わりました。カズマ、ネクタイとズボンどうした？流されてる。追い剥ぎにあった。途中からうらーって勢いよく来たやつがうらーって引き剥がして
なんかこんな感じで、はい、そう作ってます全員終わったということでね、増えましたけど途中からね、この中で一番ね、ケイさんが出したお題に対してキュンときたなっていう人の隣に座っていただきたいと思います。はい、もう決まりましたか？はい、じゃあ僕も含めて隣に座っていただきましょう、はい、ではお願いします。あれか、あれだ、ツンデレってやつだ。そういうわけじゃないえ、なんでなんでなんで撮ってんのお前。メロンパンくれるって言うのか。なんだよ、結局メロンパンか、うん、かわいいやつだな。パンツはもういいのか。え、パンツがどうとかなんか、パンツ余計だったとか言ってたけど、あれはもういいんか。パンツよりメロンパンの方が大事。そうか、うん、じゃあ明日もメロンパンくれてやるよ。ほんと、うん、約束。約束。そういえばね、私今日転校するんだった。は？じゃあね。おい、メロンパン郵送するから住所教えてくれ。はい、というわけで終わりましたけどもね、はい、最後ね、ちょっと怖い人もいましたけど。はい、というわけで、はい、今日はどうでしたか？いやー、ね、こんなちょっとあれなお題を出したのにも関わらず、全力で来ていただいてすごい楽しかった。本当ですか、はい、まあ、楽しんでいただけるのが、ね、一番ですからね、またね、転校生が来るかもしれないので、皆さん男見を忘れないように。ガシ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 水代圭さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。うん、今回はほろ苦い経験だったけど、いつか本当の恋を。素敵な青春を夢見て、俺たちの物語はこれからだ。続く。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。本日のゲストは水代圭さんです。ございました。ありがとうございました。いや、今回はまさかのまさかの遅れてきたヒーローということで、いや、すごいかっこよかったですね。させんね。はじめまして。遅れてきた。なんで、逆になんでなんですか？なんか、まあ、まあ、いろんな人いましたけども、うん、確実にメロンパンをくれた方が嬉しいなって思います、ね、まず、うん、もうちゃんと、ま、ちゃんとリキヤさんは作ってきてくださって大丈夫です、うんうんうん、でも本物じゃない、限定メロンパンではない。ああ、まあまあまあ、オリジナルっていう感じですよね。そう、で、かつばさんも出してくれたけど、ロンガロンガ出してくれたのではないけど、ね、ファンタジー、あれ、そう、ファンタジーで、きっとあれは幻だから。だって、女の子もマシュマロ出したりするんでしょ。その時はすごい可愛らしい、いいなと思ったけど、冷静に考えたらすごい気持ち悪い。冷静だったけど、ね、で、もう唯一本物を出してきてくれた。確かにな。いや、まあ、確かに、2回ともね、うん、そうなんですよ。それだけです。本物だ、うん、限定50個のメロンパン、それこそがそれだというのが、うん、食に貪欲ですもんね。さあ、お題、なんか考えてきてくださったのありますって言ったら、今のやつと、授業中にお腹が鳴った時のフォローですかね。どっちもお腹空いてんじゃん。ちょっと食ですね。そうですね、うん、ね、食べる、寝るのが好きということで、はい。ね、いいことですよ。今日どうでした？想像以上に変化球がたくさんあって、結構王道攻めたつもりだったんですよ。ネル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 王道なのあれ。なんか自分がもし、じゃあ男の子側だったらどうするかなって考えても来てたんですよ。おお、すごい。その答えを、僕ら答えを知る、いつも答えを教えてくれないですよ、みんな。いや、めちゃめちゃ王道で、うん、じゃあ俺も一緒に走ってやるよが、もうストレートに嬉しい、はい、近かった気がしません？なんでしょう、こう、あ、眩しいってなっちゃって眩しいな、神々しい、もう、ダメ、もう一緒に行くぞ、うわーみたいな。あー、なるほどな。一緒にこう、
ロッカーを貸しって怒られたい。あー青春同じこうベクトルというか。あ、そうですそうです。バカとバカで生きてる。そうですね。ただちょっと失礼なこと言う。確かに私のことはバカだよ。え、何か告知などありましたか。2023年の7月27日から7月30日までですね、4日間になるんですけども、劇団虹色クレヨンさんの死刑島という作品に出演させていただきますので、ぜひともぜひとも見に来ていただけたら嬉しいなと思っております。よろしく。あ、もう一ついいですか。すいません。あと2023年の11月、私が脚本を書いた時にもちょっと浅草の方で舞台化させていただくので、ぜひともそちらの方もツイッターをフォローしていただいて、あの詳細見ていただけたら嬉しいなと思います。ぜひともよろしくお願いします。概要欄の方に、K さんのツイッターのリンクとか、あと、虹色クレヨンさんの、購入リンクがもしもうできてたら、そちらも貼らせていただきますので、ぜひぜひよろしくお願いします。その他、ね、あの、その他のメンバーの、SNS も貼らせていただきますので、チェックよろしくお願いします。はい、というわけで、もろもろね、情報を確認していただけたら幸いでございます。この動画が面白いと思ったらいいね、高評価ですね、あとコメント、チャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで本日のゲストは水城圭さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。